鏑木清方の展覧会が鏑木清方記念館記念美術館で鎌倉ですよね。これは、今やってますね。5月22日から6月27日まで、やってます。ちょっと開館してるかどうかちょっと直接お調べください。神奈川だから多分大丈夫だと思うんですけどね、で、まあ、私どもで、いろんな意味で非常にお世話になっている清方記念館さんです。こちらのいろいろ数々出てますね。鏑木清方ってね、やっぱあの東京なんですよね。まあ三大美人画家といえば誰か皆さん知ってますか？知らないですか？はい、一番トップの王女王が上村松園、次いで、そうですね、まあキングにあたる人はこの清方、それからその、まあ、ジャック、まあ、トランプで言えばジャックに当たる人ですね。それが、伊藤新水になりますね。で、鏑木清方は、まあまあ、シルバーメダルといったところでしょうか。ただ東京にいたのはこの清方とそれから、新水なんですね。ですので、まあ、東京では代表する美人画家といえばやっぱりもうこの鏑木清方なんですよね。で、歴史的なものもやりますし、まあ、その当時の現代的な女性たちも描いている作家です。私どもでは買い取りも販売も積極的に行ってます。買い取り販売についてですね、まあ何ですか、はい、これが販売用のホームページで、これはあの浮世絵のホームページですけどね。それからあの最後ごと買い取り、これは買い取りのための、これあのなんだろう、スマホの画面で見ると LINE 査定にかかります。はい、どうぞよろしくお願いします。